魅力的な兄弟姉妹が多い鬼滅の刃。しかし兄弟姉妹以外の両親や妻に対しても総合的な家族愛が描かれています。それは鬼を狩る側はもちろんなんですけども、鬼たち特に十二鬼月にも非常に魅力的な家族愛があるんです。下限の五類、上限の六滝牛太郎、上限の六海学、上限の三赤座、上限の二道馬、そして上限の一国志望。彼らを深く見ていくと作中では明かされていない感動のエピソードが見え隠れしてくるんです。ということで今回は十二鬼月たちの過去と家族愛について徹底解説、そして本誌では明かされていない知られざる感動のエピソードを紹介したいと思います。また先日投稿した兄弟愛の動画では語らなかった話も数多く収録してますのでご期待ください。今回徹底解説会となってますので、いつものように画面に全集中常駐でよろしくお願いします。それではどうぞ。下限の五類の家族愛。鬼は詰めては家族という群れを作り、自らを末っ子の弟として、父母兄姉の5人家族でナタグモ山に住んでいるも、その実態は類が暴力と恐怖で取りまとめている鬼の集団です。そんな類の過去は後悔にまみ入れています。人間であった頃の名は綾木類、父母と3人で暮らしていましたが、立って歩くのもままならないほど生まれつき体が弱かったんです。そんな類は無惨の血により鬼と化し、強靭な体を手に入れます。しかし喜んだのは類本人だけ。父も母も鬼となった我が子の姿に嘆き悲しみます。なんてことをしたんだ類。そしてある日、類は人を食っているところを両親に見られてしまい、母は泣き崩れ、父は類を殺そうとしたため、ついに両親を手にかけてしまいます。俺たちの絆は偽物だった。自分を正当化したルイにまだ息のあった母がつぶやきます。丈夫な体に産んであげられなくてごめんね。ルイは愕然としますが、気づいた時にはもう遅かったんです。自分の手で家族の絆を切ってしまったことに。第43話で首をはねられ、炭治郎の優しい手に触れたルイは、消えながらも人間の頃の記憶を完全に思い出します。全部僕が悪かったんだ。でも僕は自国行きだから父さんや母さんと同じところへは行けない。一緒に行くよ。自国でも父さんと母さんはルイと同じところに行くよ。鬼となったルイが家族を持ちたがる理由、それは鬼となって記憶を忘れてもなお父と母が恋しかった。そしてルイは5人家族の中でなぜ末っ子なのか、それはただただ父と母に守られたかったんです。そんなルイは名前にも意味があります。ルイの意味は縁がつながること。失った家族とのつながりに縛られたルイは新たな家族ともつながっていきました。何よりもつながりにとらわれた鬼、それがルイなんです。上限の三赤座の愛情。柱を何人も葬ってきており、100年以上にわたり上限の座を不動のものとしている鬼です。強き者は思考の領域を目指すのが断りという信念を持ち、相手に対しては真っ向勝負を挑み、尊敬の念すら見せます。逆に弱者に対しては徹底的に忌み嫌っていて、鬼という強い種族であることを誇っています。実はこの考え方は赤座の過去と深く関係しているんです。赤座が人間だった頃の名は白磁。白磁は少年時代病気の父と暮らしていましたが、薬を買うお金がなく盗みを働いては何度も捕まり、その都度罪人の入れ墨を腕に施されていました。しかし運命は残酷です。息子を犯罪に至らせた後悔とその責任を感じて父が自殺してしまったんです。真っ当に生きろ、まだやり直せる。父のために盗みを重ねてきたはずが、自分の盗みが理由で死んでしまったんです。悲しみと後悔に暮れる白磁でしたが、慶三という男との出会いが全てを変えていきます。父の死後、所払いの刑で流された血で荒れ狂っていた白磁は、通りがかった慶三に殴りかかれも返り討ちにされてしまい、道場に連れて行かれます。目を覚ました白磁は慶三から病弱な娘の小雪を紹介させられ、こう伝えられます。生活費を稼ぐために家を開けがちな自分の代わりに娘を看病してくれないか。白磁は寝たきりの小雪を見て、病弱だった父と重なり、小雪の看病と慶三の稽古を繰り返す毎日を送っていきます。月日が流れ、白磁が18になった頃には小雪の体調はすっかり安定していました。そして白磁は慶三に呼び出されてこう伝えられます。
この道場を継いでくれないか。小雪もお前のことを好きだと言ってるし。罪人である自分に自信が持てていなかった白磁は、二人のことを命を懸けても守りたいと誓います。そしてある日、初めて会った時の約束として、白磁は小雪と花火を見に行きます。本当に俺でいいんですか？白磁さんは私の未来が見えていた。当たり前のように、私と夫婦になってくださいますか？小雪の言葉に白磁は誓います。俺は誰よりも強くなって一生あなたを守ります。赤座が誰よりも強さを求めていた理由。それは赤座は鬼となって記憶を失っても、無意識に小雪との約束を果たそうとしていたんです。しかし幸せは唐突に終わりを告げます。父の墓に結婚の報告をした帰りのことでした。小雪と慶三が待っているはずの家に帰ると、見知らぬ男が鍵よりこう話します。誰かが井戸に毒を入れた。慶三と小雪は隣接する道場から嫌がらせを受け、井戸に毒を盛られその水を飲んでしまったんです。白磁は父に続き、またしても自分がそばにいない時に大切な人を失ってしまうんです。第154話で赤座は炭治郎に首を落とされてしまい、記憶が蘇るも今更どうしようもないことでした。生まれ変われ少年。しかし炭治郎と慶三の姿が重なり、赤座は気づきます。弱い奴は正々堂々やり合わず、井戸に毒を入れる。弱い奴は辛抱が足りない。守る拳で人を殺した。赤座が嫌っていた弱き者とは、師範の大切な素竜を血まみれにし、父の遺言も守れない自分自身のことだったんです。赤座は気づかせてくれた炭治郎に微笑んだ後、煉獄の命を奪った飯式を自分自身に打ち込み、自滅してしまうんです。そして彼の前に現れたのは妻となるはずだった小雪でした。大事な時そばに入れなくてごめん。赤座は白磁に戻り、小雪は涙を流します。お帰りなさいあなた。ただいま親父。師範小雪、ただいま。強さへのこだわり、弱き人間への侮蔑は彼の過去に理由があるというのを解説してきたんですけども、実は赤座の外見や動作にも過去への呪縛が反映されているんです。薄く赤みがかった髪の色は小雪の着物と同じ色、術式展開の構えは師範と同じ構え、赤座の血鬼術破壊札は全て花火の名前が由来になっています。そして赤座は鬼になっても絶対に女を食べなかった。極めつけは術式展開で現れる印をよく見ると、雪の結晶、つまり小雪のかんざしを意味しているんです。そして赤座の名前の意味、赤座の後は去勢された犬を意味します。赤座の人間の頃の名前は白磁で、本来邪気を払う狛犬という意味がある名前でした。しかし鬼になり、守護の役目を忘れてしまっている犬、つまり去勢された犬という由来から付けられた名前だと思われます。そして赤座の蝌蚪は住処という意味、座とは文字通り座るという意味、赤座とは去勢された犬が空っぽのまま座り続けるという皮肉を込めた名前になっているんです。人間性を捨てているにもかかわらず、最も過去に囚われていた鬼、それが赤座なんです。上弦の鬼ドーマの愛情。普段は宗教団体万世極楽教の教祖ドーマ。風貌は白つるばみ色の長髪に虹色の瞳の美青年で、ひょうひょうとした態度の陽気なキャラクターです。しかしその笑顔の裏には恐るべき顔、完全に喜怒哀楽が欠落した何か。それには彼の過去に理由があるんです。ドーマは新興宗教万世極楽教の教祖の子として生まれます。生まれつき虹色の瞳、白つるばみ色の髪といった珍しい容姿に加え、高い知性を合わせ持っていたことから、神の声が聞こえる特別な子として神格化されます。しかし本人は神の声なんて一度も聞こえたことはなく、表向きは神の子を演じていただけなんです。実際は地獄や極楽は人間の妄想と言わんばかりの徹底した無神論者。こうした幼少期を過ごしたドーマは、人間を憐れみ、愚かな人間を救って幸せにしてやるのが俺の使命と考えるようになります。そんな考えが強まってか、父が母に殺され、母が自殺をしても悲しみも苦しみもありませんでした。そしてドーマは20歳の時に鬼になり、狂気の救済を掲げます。鬼に食われることで信者は苦しみから解放され、自分の血肉となり永遠の時を生きていく。ドーマはそれが幸せにつながると本気で信じて、信者を笑顔で殺害し続けていたんです。そんなドーマは伊之助の母琴葉を保護したことで運命が動き出します。琴葉は18歳の頃、夫と姑からの暴力に苦しんでおり、夫が泣いている伊之助をうるさいと乱暴に揺さぶったことで家を飛び出します。そして救いを求めて新興宗教万世極楽教の寺院まで雪の降る中走っていきます。
ドーマは教祖として琴葉と伊之助を保護し、寺院に乗り込んできた夫と姑を殺してしまうんです。しかしここで驚くべき行動に出ます。なんと保護した琴葉と伊之助を食わず、彼らの寿命が尽きるまで手元に置こうとしていたんです。しかしそんな日々も長くは続きませんでした。ある時琴葉はドーマが人を食う現場を目撃してしまい、崖まで追い詰められてドーマに殺されてしまうんです。そこから長い年月を経て伊之助に首を落とされたドーマ。しかしドーマは死を実感しながらも恐怖も後悔も全く湧きませんでした。そして殺したはずの忍と再会し、忍の顔を見たドーマは生まれて初めて感情が高ぶっていることに驚きます。これが恋というやつかな。俺と一緒に地獄へ行かない？忍は微笑んで一言告げます。とっととくたばれクソ野郎。最後の最後でドーマは胡蝶忍に恋をしますが、でもなぜ忍なのでしょうか。ドーマは琴葉の寿命が尽きるまで手元に置こうと語っていて、理由は琴葉の心が綺麗だったからとのことなんですけども、こうも言っています。指切りの歌を歌っていたのが可愛かった。指切りの歌といえば胡蝶忍。ドーマが忍に恋をした背景、それはドーマが伊之助と同じように琴葉と忍を重ね合わせていたのかもしれないんです。最後に素敵な一節を紹介して締めたいと思います。ドーマといえば血気術氷、そしてドーマが殺した女性胡蝶かなえは花の呼吸の使い手であることから花、琴葉はその名前から葉と表すことができます。氷、花、は。氷ができる冬には雨も降らず晴れた日も少ないことから花や草木は枯れてしまいますよね。つまりドーマがカナエとコトハを葬ったというのは、氷が花と葉を枯らすと言い換えることができるんです。しかし氷が張っている冬を越えると春になります。春には新たな花が咲き乱れ、そこには蝶が止まる。そして冬眠から獣たちが目覚め、氷は溶けてしまう。冬を象徴するドーマは花や草木を枯らしますが、春に新たに咲いた花を象徴するカナオ、蝶を象徴する忍、冬眠から目覚めた獣を象徴する伊之助によって葬り去られてしまうんです。上限の1、国志望の隠された愛情。上限最強の鬼国志望、またの名を始まりの呼吸である火の呼吸の使い手である次国より一の双子の兄次国道勝。顔には見るものを恐怖に陥れる赤い目が並び、無惨からも相棒のように扱われるほど信頼されている最強の鬼です。そんな国志望の過去は嫉妬と憎悪にまみれています。武家の次国家に双子の兄として生まれた道勝は、あざがある弓子の頼一とは教育、部屋、食事など全て大きく差をつけて育てられます。そして道勝は7歳になるまで一言も話さなかった頼一をかわいそうに思い、部屋を訪れてはすごろくや鷹を上げを教え、作った笛を与えたりしていました。離れていても絆の強い兄弟だったんです。この頃までは。しかしある時頼一はいきなり喋り出し、ズバ抜けた剣才を発揮し道勝の師範を打ち倒してしまいます。その光景を見た道勝は頼一に強い嫉妬を覚えます。しかし直後に母が死に、頼一はこう言い残して次国家から去ってしまったんです。いただいたこの笛を兄上だと思い、どれだけ離れていてもくじけず日々精進いたします。頼一が姿を消したことで道勝の憎悪は一旦収まりますが、十数年の時を経て鬼狩りとなった頼一に救われる形で二人は再会。そして自分を遥かにしのぐ剣士に成長した頼一を見て、かつての憎悪の炎が燃え上がり、家族を捨て弟を超えるために鬼狩りになっていくんです。その後道勝は頼一の下で剣と全集中の呼吸を学び、あざも発言するんですけど、それでも頼一には遠く及ばず、そればかりかあざ者は25までに死んでしまうことも判明してしまいます。結局頼一を超えることはできないのか、鍛錬の時間すら残されていないのか。ならば鬼になればよいではないか。無限の時の中で鍛錬を積めば、いずれは頼一を超えられる。その思いから鬼への道を歩むんです。そして60年の年月が経過し、頼一は道勝の前に現れます。おいたわしや兄上、そう言って涙を流した頼一と道勝は互いに剣を交えるも、あと一撃で死ぬ。そう実感するところまで追い詰められます。しかしあと一撃のところで頼一は寿命を迎えて死亡。道勝は最後まで頼一を超えることができなかったんです。そして頼一の懐からは幼い頃に道勝が挙げた笛が転げ落ちます。私はお前が嫌いだ、そう言って涙を流します。
より一を超えるため、家も家族も人間であることも捨てた道勝は何一つ手に入れることはできませんでした。私は一体何のために生まれてきたのだ。教えてくれより一。無限城にて死んだ道勝の懐にはより一に渡した笛が。第178話の笛から最後の最後に明かされた道勝の真の気持ち。それは嫉妬と憎悪だけではなく、心の底では兄弟としての愛情も抱いていたんです。上限の6、開学の家族愛。吾妻善逸の兄弟子であり、元船り柱桑島の下で修行を積んでいた雷の呼吸の後継者開学。師匠である桑島のことを先生と呼んでいることからも、性格は非常に真面目な男です。そんな開学の過去は、ある意味人間らしいの一言につきます。幼少期は岩柱姫島行明の下で孤児として生活していましたが、自分の命惜しさに姫島と他の孤児を鬼に打って生き延び、姫島の心にトラウマを植え付けてしまいます。その後開学は元柱の桑島と出会い、善逸と共に雷の呼吸の流派の修行を積んでいましたが、ヘタレで修行も逃げ出してしまう善逸とは反りが合わず、開学は善逸のことを嫌っていました。さらに拍車をかけるように桑島は開学ではなく、開学と善逸を雷の後継者にします。それは善逸が一の型しか使えなかったのに対し、開学は一の型だけが使えなかったから。なぜ俺があいつと同列に扱われるんだ。俺は正当に評価されていない。自分の才能を正しく評価する者が善、自分を正しく評価しない者が悪。真面目で努力家であるがゆえに、自分は認められて当然だという強い承認欲求を抱えていたんです。そんな開学と善逸の運命は、開学が上限のうち黒死亡に遭遇したことで大きく動き出します。黒死亡の圧倒的な力の前に、開学は命乞いをし鬼となります。そして場面は無限上編に移り、第152話で上限の6となった開学は善逸と私有を決し、皮肉にも善逸が編み出した新しい方、このイカ土の神で開学は死んでしまうんです。人に与えないものはいずれ人から何ももらえなくなる。桑島にとっての特別な存在になりたかった開学、対して玉代のことを特別と逆に思い続けている湯代。相反する湯代がかけた最後の言葉こそ真理ではないでしょうか。そんな何から何まで正反対の二人なんですけど、お互いの名前にも意味が隠されているんです。善逸の善という字には、良い行いという意味があります。鬼を前にすると臆病になる善逸なんですけども、人としては良い部分をたくさん持っています。どれだけ不利でも、どれだけボコボコにされようとも、それでも守り続ける、耐え続ける男なんです。また善には仲良くするという意味も含まれています。同期大使の炭治郎や伊之助と仲が良い善逸、さらには兄弟子開学に対しても、決して返信のない手紙を出し続けて仲良くしようとしていました。対して開学の回答は、悪がしこいという意味を持つ漢字です。つまり善逸と開学は対をなす名前になっているんです。もしかしたら開学は心の底では気づいていたのかもしれません。善逸が自分にない良心を持っていることに、そしてそれを持っている善逸が羨ましかったのかもしれません。上限の6、だけ牛太郎の兄弟愛。人間の頃、名前すらも与えられず、牛の仕事をするようになって、ようやくその役職が名前となった兄牛太郎と、鬼である正体を隠し、江戸時代から遊郭で名を馳せている人気花魁である妹だけの上六兄弟。そんな二人の過去は悲劇の一言につきます。100年以上前に遊郭街の最も劣悪な環境に生まれた牛太郎は、生まれる前から、そして生まれてからも何度も殺されそうになります。また醜い姿をしていたことも重なり、周囲の人間から蔑まれていましたが、そんな人生は妹の梅が生まれたことで大きく変わっていくんです。梅は周囲をたじろがせるほどの美貌の持ち主であり、牛太郎は梅と一緒にいることで劣等感が次第になくなり、人生がより良い方向に向かっていく、そんな希望に満ち溢れていたんです。しかし幸福な時間は突如終わりを告げます。13歳の時、梅はある日、客である侍の目玉をかんざしでついて失明させてしまい、その報復として縛り上げられた後に生きながら焼き殺されてしまうんです。元に戻せよ俺の妹、出なけりゃ神も仏もみんな殺してやる。牛太郎は変わり果てた妹の姿に絶叫し、助けてくれる人間などどこにもいないことに気づきます。そんな中、牛太郎の前に当時の上限の6ドーマが現れ、彼らはドーマの誘いに乗るまま鬼となっていくんです。しかし、奪われるだけの人生を送ってきた牛太郎は、鬼となったことに後悔はありませんでした。唯一妹の梅を鬼にしてしまったことを除けば、もし
し自分が育てなければ、もし両家に生まれてればもっといい人生だったのかもしれない。そして炭治郎たちに敗北し、あの世でかつての姿を取り戻した牛太郎と梅は、梅を自国に来させないように兄弟の縁を切り、牛太郎は一人で歩いていきます。何回生まれ変わっても私はお兄ちゃんの妹になる。泣きつく梅の姿を見た牛太郎は、一緒に過ごしたことを思い出し、二人で歩いていくんです。俺は何がしたかったのかとつぶやいたルイ。守りたいものは何一つないのに無意味な殺戮を繰り返してきた赤座。何のために生まれてきたかカナオに聞かれても答えれなかったドーマ。一体何のために生まれてきたのかより一に問うた国志望。鬼たちはなぜ死に際にこうも生まれた理由がわからなくなるのか。そしてルイ、赤座、ドーマ、国志望と彼らが生まれてきた理由の答えとなるのが全て愛情なんです。鬼滅の刃は鬼となってしまい忘れてしまった両親や兄弟、大切な人との愛情を思い出させてくれる家族愛をテーマにした作品なのかもしれません。眩しい日差しに